最近公園や遊歩道を使ってウォーキングをしている人をよく見かけます。健康維持のためには無理のない運動を楽しく続けることが肝心で、手軽なウォーキングはぴったりと言えます。今回のみんなで作ろう元気な姿、毎日の生活の中に取り込めるウォーキングを紹介します。ウォーキングとは健康を目指して歩く運動のことで、一般的には心肺機能の向上や肥満解消、脳の働きの活性化、ストレス解消などの効果が言われています。散歩というのはその方の年代あるいは体力に合わせて全く負担のない歩き方をする、自分にですね。それからウォーキングとの違いは、ウォーキングはある一定の速度で一定の運動をすると、こういうふうに考えていただければいいと思います。一定の速度で自分が10キロをどのくらいで歩くかというふうにですね、タイムトライアルをなさる方、それから今度はそういう方の間に限られた時間の中でゆっくり歩けばいいんだということでご参加なさる方にしてみれば、周りの人が早すぎちゃって自分がついていけないと、ウォーキングっていうのはきついな、もう俺ウォーキングやめた、まあ大体両極端になっちゃうんですね。自分のペースに合ったウォーキングをする、これ大事なことだと思いますね。誰でもできる手軽なウォーキング、しかし運動をすることには変わりません。日中の暑い時よりも朝早くとか夜遅くとか、こういうふうに歩く時間を決められる方あると思います。これは正しいんですがね、ただ空腹時とか起きてすぐ、それから食後、これはなるべく避けていただいた方がいいと思いますね。ウォーキングは自分の体力や健康状態をよく考え、無理のない運動を正しい方法ですることが必要です。ウォーキングのポイントを専門家に聞いてみました。ウォーキングを始められると必ず毎日やらなければいけないというふうに思いがちですが、体調が悪いとき、ご自分の体、まずは運動を始める前に自分の体調は今日どうなのかなということを聞いて、体調が悪いときには休むということも大切だと思います。運動中は運動の始まる前、運動中、運動が終わった後、随時水分補給はなるべくしてください。特にウォーキングを始める前、コップ一杯のお水を飲んでいただくことが、血液の循環を良くしたり、脂肪を代謝することが良くなりますので、とても効果的になると思いますので、しっかりと運動前にもお水を取っていただくことが今の時期は大切だと思います。朝はとても寒い時がありますので、特にズボンはしっかり履いてください。で、上着の方で体温調節をしていただくことが有効だと思います。歩き始めはウィンドブレーカーなどを着ていただいて、歩いて体温が上がった場合にはウィンドブレーカーを脱いで体温調節をするけれども、ズボンの方はしっかり履いておく、ウィンドブレーカーのズボンなども履いていただくこともいいと思います。それではこれからウォーキングの基本についてお話しします。まず靴についてですが、靴は怪我の予防のためにもウォーキングシューズを選んでいただくことをお勧めいたします。靴の中で足が遊ばないように紐をしっかり縛って歩いてみてください。次にウォーキングの姿勢ですけれども、目線はだいたい5メートルから10メートル先を見て歩きましょう。姿勢のイメージは、まっすぐ真上に手を引き上げて、ゆっくりと手を下ろします。上体を前に倒しながら、一歩踏み出して歩いてみましょう。足の運び方のポイントですが、
まずかかとをつき、体重を乗せたら足の親指の付け根でしっかり大地を蹴りましょう。歩くときは腕をしっかり振って歩きましょう。歩幅は普段歩いているときよりも広く取ってみるようにしてみていただくといいと思います。これからウォーキングを始める方へのポイントです。まず10分歩くことから始めてみてください。それから歩く姿勢、歩幅、歩く速度に変化をつけながらウォーキングを楽しんでみてください。これからの気持ちいい風を感じながらご自分なりのウォーキングの楽しみを見つけていってみていただけるといいと思います。まだね、ええ、まだ1週間前ぐらいから。あ、そうなんですか。あの年取ってるから、ね、ええ、毎日少しずつね歩けば少しは違うかと。じゃあ健康のためにウォーキングを始めたってことなんですよね。気持ちいいですよね。5年ぐらい続けるとやっぱり歩かないと調子が悪いような気がしました。毎日歩いてます。須坂市では市民からの情報をもとに市民健康づくりウォーキングマップを作り、4月から希望者に配布しています。マップの特徴を伺いました。まず前々年度市民の皆さんから私はこういうところを歩いてますよっていうように、歩いているコースを教えてもらったということがありまして、その内容を参考にさせていただいたり、あとはこれは健康づくり課だけで作っているわけではありませんので、いろんな部署も作ったものなので、各部署がおすすめできるポイントというようなものを、つないで、で、赤い線で、引っ張ったと、こういうものになっています。例えば、丸一の豊岡方面の地図には、旧その里学校や、延命地蔵堂の桜等と、文化的なポイントが載っていたりします。このポイントに興味を持って、で結果的に、歩くようになった人が、一人でもいれば、良いのかなと思っています。健康づくり課では、あまりお金もかからずに取り組みやすい歩くという運動を健康づくりの手段の一つとしてお勧めいたします。このマップを参考にしていただいて、交通安全に気をつけて、ぜひ実践していただきたいと思っています。皆さんも健康維持やストレス解消のために、まずは自宅の周りからウォーキングを始めてみてはいかがでしょうか。